はい、それでは、プライベートマッチですね。プライベートマッチ、合言葉部屋ですね、いわゆるアルティメット配役でやっていこうと思います。市民6人、占い師1人、霊能者1人、カリウド1人、狼3人、狂人1人で、カリウドの連続公演がないので、作戦がいろいろ分かれるところではありますね。で、初日の、占いは、ランダム白ですね。必ず白が出るようになっております。市民語りは、まあ、基本的にはできないようにしてあります。よろしくお願いします。連続ガードがなくて13人生存しているという村なので、まあ結構ね、その役を出さないとかね、その辺の議論にもなっていきます。じゃあよろしくお願いします。ということで、今回ジェシカをね、使っていこうと思います。マブセー、ちょっと にわかセンターになります。はい、おはようナノーナノーが波線になっていない。これでいきます。何がいいかな。 A 出しでもどっか、霊出しなの。やっぱ全伏せが多いかな、僕のリスナーさんは。あ、霊出し、あ、霊出し多いね。よいしょ。で、どうぞなの。カミングアウト。スーパーチャットありがとうございます。後で試合後お礼言わせていただきますね。一視点。回避は。回避ありでいく。あ、貫通はダメなんだ。貫通でいくんじゃなかったっけ。これは賛否なのかな。貫通、言っておくなの。私がそいつが泣くまで殴るのもやめない。え、また。え、またラビなの。さ、殴りを入れていきましょうか。雑殴りバーサーカージシカになっていくしかねえ。サンドラ発言遅かった。遅かったかな。とりあえず。
殴りを入れて。てか打つのが遅くなってる。見えるなの。はい。感情移りしていいか。なんでひどいなの。ひどいなの。書道なんて書くときねえから消せも。はい。思考にしかも言えない。生かして、わかんない単語あったら聞いてくださいね。多分リスナーさん答えてくれると思うんで。10秒前。はい。3
カチュン。30秒前。さすがに遅いなの。もう無理でち。10秒前。よいしょ。ミカがいない。さてさて、これ中級でやってます今。一応リハビリも兼ねて僕のね。まあでも結構でもレベルは高いと思いますね。結構多分見ててもついていけない人も多いんじゃないかな。またカリウドでサングッジョブとかやりたいですね。またね、あれは本当に最近ね見返したんですけど、あれは本当脳汁ドバドバでしたね。10秒前。いやー、脳汁また出したいですね。人狼で脳汁を出したい人生だ。あとやっぱね、狼になって役職を噛むっていうのも結構得意ではあるので、またそれも やりたいですね。おお、神がいる。神はいた。早速言えば神がいましたね。延長希望。絶対510。なのー、マイク黒。おお、すごい割れましたね。3人か。カミングアウト。ソフィアがね。ソフィア。エマ。マイク黒。これマイク釣りですかね。全員マイクラなってる。すごい、全員マイクラなってる、これ。マリアンヌ。ニック。マイク。サンドラ、マイク、マリアンヌ、マイク、マイク占われすぎなの。そうだね、役職持ってなかったね。白かパリ食ってる。ミカって誰なの？忘れるなの。忘れないで。そうなの。これやっぱね、ノリの良さがいいですよね。やっぱね。
マイクそんなに怪しかった？ジェシカの力が降りてきてる。なんかすごく発言しやすい。ジェシカのキャラ性能使ってますね、これね。でもこれロディ煉瓦3-1展開になってて、黒が出てることから、これなんかな、ロディ煉瓦してそうな気がするんだよな。で、マイクの色を確か、あるいはマイクが逆に、マイクが占われそうだから。まあでもこんだけマイク占いに偏ってるのも不自然ですよね。でサンドラ視点はマリアンヌが白でソフィア黒で、黒のソフィアがマイクに黒だし、ということから、マイクは一旦まあサンドラ視点が一番きついよな。
ん？サンドラ狼確定なの？目線もマリアンヌ目線もちょっときついですね。30秒前。マリアンヌして、ソフィア強靭、サンドラ狼確定っていうのは何、黒特攻してるからってこと？占い結果からでもそれ言えないですよね。これロディいなくなりそうですね。どっちみちなんか連神って感じがしてきた。神って言ったけど、そうか、霊出ししてるの忘れてましたね。ソフィアじゃねえ、マリアンヌだ。分かんない単語とかあったので言ってくださいね。まあまあいいか、死んだことになってる。まあだよな。そうだよね。だよね、だよね、だよね、だよね。とことんかぶるな。
まあまあまあ占い師ではありましたね、フィーはね。ソフィア天才なのかもしれない、ただの。推薦ありがとうございます。あやりいや、シーン、マリアンヌ狼、サンドラ狂人、ソフィア釣りならマイク釣りとか言ってた、フェイに乾杯。チン。マイク、フェイに狼あると思いますか？初日診察白で提出した自分ですけど、ここにゴリゴリのラインあると思いますか？に狼ならない、ない。フェイの話してた。フェイ知り合いを消しただけで。あ、これか。サンドラ、ソフィアに完全敗北といったところでしょうか。
フィア、エマ、フェイの可能性を見てフェイルランタン停滞してない。ユーチアキは高い精度で分かっており疑問を感じたのでフィリアてかもうソフィア釣らなくてもなんかいい気もしてきたな。ほんとサンドラのもいいと思ってるな。ノートきついよな、サンドラして。10秒前。ソフィア占い師を引いたこうなります。30秒前。あんな連れヤンキーすぎる。ピンポンパンポンですよ。10秒前。サンドラスのあっちってもよかったかな。まあ安定進行ってことでね、まあ、万が一のことはありますからね。ピンポンパンポンピンポンパンポン。まあでもちゃんと考えるか。10秒前。マリア狼。
え？延長希望、延長希望、延長希望、延長希望。延長希望、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 延長希望。マイク、いやマイクは白確定ですね。ここでもう3人とも占ってるから、でここ破綻だからどっちが真なんで。で真っ白思考を停止してる え、マジ？ソフィア、マジか。よし、行きます。必殺。必殺。意味不明なの、行きます。必殺。ニックは白でいい。なんでもね、手が滑ったんじゃね。でもショーンはな、なんかなんとなくなんか違い、ピンポンパンポン村人な気がするんだよピンポンパンポン村人な気がするんだよな。どこだっけな。すげえピンポンパンポンだなと思ったんだけどな、一回。あ、これか。
あ、でもこれ単純にでも、あ、でもこれ取っちゃうんだろうな。でも人外だからこそ、え、でもだって、いや難しいな、どっちなんだろう。ピンポンパンポン向かい。うわ、でもショーン・マリアンヌが狼でそれをかばいたかったっていうのも納得だな。ピンポンパンポンアンナです。ピンポンパンポンピーン。ショーンはでもまあなさそうだな。あ、ローラーいないね。おかしいやん、そんなん。できひんやん、普通。フェイ髪ピンポンパンポンすぎて頭ピンポンパンポン。ピンポンパンポンピンポンパンポンピンだな。1分前。助けてください。じゃ、しかして、30秒前。じゃ、しかして、ま、10秒前。ジェイ、ジェイ、30秒前。
10秒前。レズジーズとか。え、サンドラって言わなくてよかったのか？あれ、サン、あ、待って、サンドラって言った方がよくない？カリドあれ、サンドラ安定ですよね。待って、ナワスあと2しか10秒前、あと2しかないじゃん、ナワス。みんなパニクってる、フェイ神でパニクってる。でもどこを信にも置けないんだよな。延長希望、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 延長希望。あんな黒。延長希望、延長希望、延長希望。ん、サンドラでよかったな。ちょっとなんか冷静じゃなかったな。ピンポンパンポンピンとか言ってる場合じゃなかった。自分に指定が来てなんかびっくりしちゃったな。狼な気がしてきたな。これ PB でもないですね。みんなみんな混乱してる。フェイ神で混乱してる。でも PB、でも RPP、 そっか、グッチバッタやから、まあ、RPP は、そうそうそう、 RPP はそうだ、確実には人狼ジャッジメントではできないから、まだ待ってるのかな。勝ちやすかったら勝ちやすい択選んだ方がいいですからね。あんな好き、あー好き。もうあんな、あんな頭バグってる。
ソフィア黒、ソフィア黒でフェイに黒出ししてフェイ噛む、そんなバカな。ワンワンやろ。もうアンナもう考えられなくなってる。ショーン、唯一ね、フェイ神様のショーンな気がするんだよな。サンドラもう釣れないですね。いや、昨日サンドラ釣るべきだったな。ちょっとパニックっちゃったな。パニックっちゃいましたね。そう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 。ジェイのことジョイっていうのやめて。ああもうサンドラ死んで見てんだみんな。らしいんだったらショーニックがグレー、マリーアンネシンだったらアンナ、エマ、ショーン、エマ、エマ、シロ、アンナが今を釣り寄さないのも確かに謎ですね。ミカシ占いありえる。あるかもな。サンドラダブル追試。あ、そうですね。人狼チャットも見返しましょうね。終わったらね。ショーンの相方位置が見つからない。確かに。
10秒前。マジでマイク黒ある、マイク黒あるかもな、これ。マイク黒かもしれませんね、これは。ありえるな。ミカシンマイク黒じゃない、これ。30秒前。マイク受信持って。10秒前。処刑。これショーン狼確定。三三か。10秒前。ああ、そうか、紙で終わる可能性もあるのか、つか偶数進行か。あんなちゃん、え、ま、マジでミカシンだマジでミカシンなの、嘘でしょでもよく出たな2人。でも、マジか。でもソフィアがマイク黒出してサンドラ出てたんだ。なんだったんだ。ミスったのか、あれを伝達が。謎してそういうことか。あと、どっちみちマイクは最後まで釣られなかっただろうからな。
はい、チーム白かったな。まあこれ寒いな。これ人狼のあれって見れるんでしたっけ。あれで見ればいいか。この辺変わってますね。こんなんありましたっけ。初心者のあなたに話し合いのコツを教えしますね。誰にすると聞いてみよう。これダメじゃん。これ言ってた先端恐怖症さんが誰にするっていうのは黒だので絶対言っちゃダメですって。これ人狼講座で言ってた。これもう一からダメじゃん。相手の言った言葉は反復しよう。これダメって言ってた。先端恐怖症さんが便乗したダメって言ってた。これこれ言ってた。先端恐怖症さんがダメだよって。ローロー展開にしたかったんだ。オオカミ全露出。まあでもソフィア、あ、そっか、だからソフィアが死んだと思ってたってことだよね。マイク黒出てて。あ、で、フェイ、あ、そういうことだね。フェイ黒で、あっってなったわけね。あ、フェイ噛んでマイク白にするしか勝ち筋なかったのね。なるほどね。マイク進行、ごめんなさい、ごめんなさい。そういうことか。マイクはピンポンパンポンじゃなかったのか。いや、マジで。ミカー、てか、マイクも分かんなかっただろうな、誰釣ればいいか。まあでも、ローディーを噛んだから黒出ししたってのも、まあ、一応あってはいたのか。あ、違うか。でもソフィアは狂人か。フェイ神本当何？アンナ発狂。こんなこともあるんですね。占い4人村にね、なるとこだったけど。ローディー今発狂してる。
新老老教になるとこだったのか。老老教はね初めて見ましたね。マイク吊るしとけばワンチャン勝った。いやー厳しいだろうな。それもで勝ってたのね。再損希望しようかと思う。いや別にそれはいいよね。はい、ということで参加者の皆さんに拍手をねお願いします。パチ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 と拍手をお願いします。ありがとうございました。参加していただきありがとうございました。パチ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 とお願いします。はい、ありがとうございました。ソフィア決め打ちで勝ってた。ソフィア、そうだね、ソフィア新決め打ちで勝ってなってますよね。こんなこともあるんですね。安定進行しなかったから希望が見えた。そうね、もう無理やりジェシカしてもうよく分かんなかったからな。あれで焦っちゃってサンドラ釣りに持っていけなかったのも悪かったですね。え、楓さん2400ベリカ、ありがてえ、ありがとうございます。まあね、まあ味方だった人はまあそうね、まあ一応ロディの代わりに言っとくと、まあ回避はしてほしかったね。ゲームが成り立たないっていう状態だったから、まあ一応中級でね募集してたんで、まあ難しかったんですけど、何とも言えなかったんですけど、まあ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 とっかな。はい、これでこの話終わり。コメントも言及しないでください。攻めない、ああいう言葉部屋だからね。